つも通りに目覚ましなって運命の時は訪れ来る朝ごはんはミルクとパンちゃんと食べたいのにどうしてどうしていつもいつもいつも二度寝しちゃうする日々で急いで走り出したでも脇腹が痛いねいつものおじさんだが何になるはずよ普通に見えるよ